ご住の皆様、こんにちは。私、千葉3区より立候補いたしました日本共産党、樺沢洋平です。ただいま、2児の子育て世代真っ只中、平和と子供をこよなく愛する35歳です。本日はこの場をお借りをいたしまして、しばらくの間お訴えをさせていただきたいと思います。どうぞご協力よろしくお願いを申し上げます。私には政治を通しての夢があります。大学を進学する際に親から経済的な理由で大学進学を諦めてほしいと言われました。私はでも大学で学びたかった。ですので早朝新聞配達をしながら大学4年間の学費を稼ぎ大学を卒業いたしました。しかし今多くの若者が私のように経済的な理由で大学進学を諦めたり、または有利奨学金制度を利用して過度な利子負担、異様な取り立てに追われています。私は誰もが経済的格差なく学べる社会を実現したい。今先進諸国が導入をしている返済不要の給付型奨学金制度を創設すること、そして有利子奨学金を無利子へと転換していくこと、こうした教育予算拡充の政策をお進めたい。どうか皆さん経済的格差なく学べる社会を日本にも作ろうではありませんか。その思いを私樺沢洋平、そして日本共産党に託してください。どうぞよろしくお願いいたします。私にはもう一つ政治を通しての夢があります。あの 3.11 福島原発事故、あの以後水道からセシウム要素が検出され、私も当時3歳と1歳の子供を抱えており、大変内部被曝に怯えました。そうした思いを持つパパママと共同いたしまして、千葉市議会に対し給食セシウム検査を実施をしてほしい、そうした陳情を提出いたしました。多くの市民の皆様と集めた署名が大きな力となって、給食検査は無事済む形となりました。しかし今安倍政権は福島で起きた原発事故、多くの避難者または事故原因究明をままならない中、鹿児島県の仙台原発再稼働に突き進んでおります。私はこの間原発放射能を守る活動をして、我々の未来世代に残すべきは原発ではなく、原発のない核兵器のない社会を未来に残すことだと確信をいたしました。どうか皆さん、我々日本共産党、原発即時ゼロ、そして自然再生エネルギーへの抜本的な転換、さらには子どもたちを放射能から守る医療拡充などしっかりと進めさせていただきます。どうか皆さん、原発ゼロ、そして放射能から子どもたちを守れ、その思いを私樺沢洋平、日本共産党に託してください。どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして今度の選挙、消費税アベノミクスが問われております。消費税 8% に増税されて、皆様の暮らしはいかがでしょうか。 GDP は実質この半年マイナスになり、実質賃金も15ヶ月連続マイナスです。私も毎月 1,2 万円程度貯金できていたのが、
消費税を増税された後はなかなか貯金もできなくなりました。まさしく我々の家計を追い詰めるこの消費税増税を決めた、今度の増税法案を決めたのは自民、公明、民主、この増税三兄弟に今度の選挙で厳しい審判を下そうではありませんか。そして私が一番許せないのは、皆さん社会保障のための消費税と言いながら年金は毎年削られ、介護保険サービスは取り上げられ、さらには高齢者の医療費負担は2倍に引き上げられ、社会保障の負担増切り捨てが同時に進んでいることなんです。では一体我々の消費税どこに使っているのか、この間見てみますと公共事業費、そして軍事費、さらには大企業の法人税減税、そうしたものに5兆円ばらまこうとしています。皆様から消費税5兆円吸い上げて経済対策の名のもとに5兆円ばらまけば、これは社会保障充実や財政再建にならないのは明らかではないでしょうか。私ども日本共産党は消費税は延期実施ではなくてきっぱりと中止をすること、この財源はこの間増えに増え続けた大企業の内部留保 1% 切り崩して皆様の大幅賃上げを実施をする、そして税収を増やすと同時に大企業富裕層に応分の負担をしていただき、財源を20兆円確保する、そうした政策を今度の選挙で訴えさせていただいております。どうか皆さん、消費税増税はしっかり皆さんの社会保障に使う社会にしなければならない。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。消費税増税きっぱり中止、そして消費税に頼らない社会保障充実の道がある。どうか皆さん、この政策を広げてください。そして我々暮らし社会保障第一の経済政策へと転換してまいります。どうかその思いを私樺沢良平、そして日本共産党に託してください。どうぞよろしくお願い申し上げます。そして最後に、今度の総選挙で大きな争点があります。平和な国を残すか、それとも戦争できる国を残すかです。この間安倍政権が進めてきた集団的自衛権行使とは何か、あれは自国の防衛のためではありません。国民をためる、守るためのものでもありません。アメリカがアフガン戦争やイラク戦争、海外の戦争に一緒に自衛隊が参加をする、その仕組み作りこそが集団的自衛権行使です。今度の総選挙で自民党は改憲草案を提出すると言っています。その中身は国防軍創設などが書かれております。その先には徴兵制なども検討がされているわけです。我々の子供たち、可愛いお孫さんたちを殺される戦地戦場に送りますか。これこそが今度の選挙で問われております。子供たちは一票を投じる権利がありません。ありがとうございます。頑張ります。この間日本は平和憲法9条があり、それを軸にした平和外交を進めてきたがため、この間海外で殺し殺される戦争には参加をしてこなかった。我々が未来の子供たち、未来世代に残すべきは戦争する国ではなく、憲法9条を軸とした対話を重視した平和な国、平和なアジア、
平和な世界を残すことではないでしょうか。どうか皆さん、私は今26子育て世代真っ只中です。子供をこよなく愛しています。うちの子もよその子も戦場にはやらない、その思いを国民皆様と一緒に広げに広げ抜いて、来年の法整備しっかりとストップできるように全力を尽くします。そして日本共産党は結党以来92年、あの侵略戦争にも命がけで反対をしてきたただ唯一の政党です。どうか皆さん、平和への思い、私千葉3区樺沢洋平、そして日本共産党に託してください。重ねてお願いを申し上げまして、私樺沢洋平からの訴えとさせていただきます。長い間のご協力、ご清聴ありがとうございました。ただいまの力強い訴えは、千葉3区候補者樺沢洋平候補でございました。集団的自衛権ダメダメ、皆さん発表がありました。その通りでございます。樺沢洋平は憲法9条を守り、平和の日本を子ども